UBI ソフト、アサシンクリードシャドウズで安家を意図的にプッシュし、テンセントに買収される8日株価を下落させる。多くの人がゲームをボイコットするような安家の実装のような決定は、買収に向けて UBI ソフトを弱体化させるために、テンセントの投資家が意図的に押し込んだもの。テンセントが UBI を買収しようという話は、皆さんのご存知かと思います。そのはずだったんですが、UBI ソフトはテンセントとの買い戻し取引を模索中、 UBI ソフト CEO のギルモ氏は、新作タイトルの売り上げが期待外れだったことを受け、会社を成長させるための選択肢を検討している。詳しいことはわかりませんが、テンセントと創設一家ギルモ家で話がうまくいかなかったのでしょう。1986年に UBI を設立したギルモ家は、今年株価が 54% 下落したことを受け、テンセントが保有する 9.2% の株式を買い戻すことを検討している。テンセントが買収する話は今回が初ではなく、2018年、2022年など株の保有率を高めていましたが、当時は買収に至っていませんでした。ギルモ家が株の保有率を高めている理由は記事からはわかりませんが、UBI ソフトはこれらの報道に対し、あらゆる戦略的選択肢を定期的に見直し、オープンワールドアドベンチャーゲームや、コール・オブ・デューティなど競合タイトル、X-Defiantのようなライブサービスタイトルを開発するという現在のゲーム戦略に引き続き注力していく、との声明を発表した。ギルモ一族は現在、UBI ソフト株の 20.5% を保有している、とのことです。ゲーム開発に注力するといっても、もうユーザーはついてきません。アサクリ・シャドウズが2月に延期されていますが、それどころじゃない気がしますね。買い戻す金あるのか、倒産する可能性はどうか、みんなの反応です。信じられないな。ただ、安家をマーケティングの手段として使って、ESG スコアを上げたかったって方が納得できる。テンセントが UBI を買収して、会社をダメにした、目覚めた無能な奴らを全部クビにしてほしい。会社がわざと自滅したってことは、最初から分かってたよ。テンセントは共産主義の会社だから、そう考えるのは筋が通る。8D チェスなんて話じゃないよ。リーダーたちはただのバカだ。あいつらに期待しすぎだよ。アサシンクリードのファンは2007年から日本が舞台のゲームを求めてたんだ。でも会社が出したのはこれだよ。レビューが出る2025年2月まで買わないつもり。あの会社の人たちにとって、これはもう次元が違うチェスの話だよ。今になって、ひどい決定を正当化するために後から出てきた噂に過ぎない。それはないだろうね。そんな予測ができるほど UBI の経営陣が有能とは思えないよ。UBI の瞑想が UBI のゲームよりも面白いとか言われてる時点で終わってる。これもマジで終わりだな。創業者が犯行の意を示したってことでしょう。売れないのは極右のせい、インセルのせい、ゲーマーのせいだと思う。一挙派手に断末魔をぶち上げて華々しく散ってくれ。それが UBI に許された唯一の晴れ舞台だ。もう何がしていいのかさっぱりわかんねえ。何がしたいかって、もちろん DEI。 テンセント、いくらなんでも短期間でここまで落ちぶれるとは思ってなかったし。テンセントも IP さえ手に入ればいいから、他の株主が IP 売れよってなった時点で買収する必要がなくなったんだろうな。テンセント、我々にだって選ぶ権利がある。活動家は持ち済みということなんだろうね。 IP は欲しいけど余計なもの、活動家入らないだけだからな。テンセントの策略で株価暴落させて買収云々言ってたのに、いらない言われて大草原。私も愛しのフランセ君が喜んでたからこの説をしてたけど、なんか互い勝ったかなって。まあでも中国が DEI 使ってライバル企業を弱らせてるってのはありそう。別に IP 以外全部カスなのに会社買う意味ないもんだ。カラフルな借り上げおばさんがいる限り UBI の凋落は止まらんよ。中間よりオンワダで返しそうな国が出るとは思わなんだ。テンセントは買収するより UBI を破産させて著作権管理会社にしてからIP をレンタルする方がリスクが低いと気づいた。本当に楽しませてくれるな、週刊 UBI。 なぜか安家企業をテンセントからの要望って責任転嫁してきたしな。中国メーカーが2000万本の販売を達成した悟空を見ていると、外国に投資するよりも自国に投資した方が良いと感じるはずだし、アジア人を見下しているフランス企業を助けたいとは思わないよね。当局の規制さえなくて、しっかり作ればそれ相応に人気の出るゲームが作れるのが黒神話で判明したしな。アニサキス駆除しないと無理だ。ブリュー、テンセントいらねえ。買い戻しは予想外だった。おとなしくテンセントに吸収されると思ったんだけどな。明日からの株価の動きが楽しみだな。
最後の希望が絶たれて倒産した企業はたくさんあるけど、最後の希望を自分から立ちに行く企業は初めて見た。破滅するならフランスだけでどうぞ。まあこんな感じで革命とか起きたんだろうなってのは想像がつく。何がしたいんだよ安家。アビと縁を切りたい。元奴隷に発言を許した覚えはじゃなくて、お前は侍だったわ。今決めた。ポート方は何も悪くないのにね。早く安寧に戻して差し上げて。もう何もかも遅いし、そんなことできるお金も残ってないだろう。フランス一の企業なんだってすごいね。フランスって本当に何で稼いでるのかわからない国なんだよね。産業もほとんどない農業国だし、 UBI がフランス一の企業だし、給食ミンチから吸い上げてる説が信憑性を増してくる。最終的に汚い花火になって爆散してくれると芸術点。たとえ札束で顔をはたかれようと、アジア人に膝は屈しないってことなんだろうな。本当にプライドだけで生きてる。少しでも現状が正確に理解できる頭があったら、たった数年でここまで落ちぶれてないわけだし。スクエニ、ソニー、カプコン、バンダイなどの社員はどんな気持ちで見てるんだろう。まさか他人事と思ってないよね。どんなに社員がヤバいと危機感を募らせても、結局上層部が頭ゆるふわだとダメな気がする。やっぱ家族経営と DEI 推進の条件をテンセントが飲まず交渉決裂したんやろな。テンセントも多分お金がないのよ。国が株価を上げ続けているけど、内情費の車、ギルモとテンセントで話し合った内容が知りたいものだ。多分爆笑ものだったんだろうな。わら、さっき確認したらまた12ユーロまで下がっていた。やすけて、テンセントが見放したらもうこれは。やすけより波乱万丈になりそうだ。友倒れ狙ってたのに W でも、マーテンセントは割と世の中見てれてるな。 W どこぞの UBI とは大違いだわ。買い戻すお金はどこから借りるの。わら、こんなにおもろい企業初めて見たな。そのテンセントまで株価がイーグルダイブ中だしな。どうするのさやすけ。そりゃそうよ、テンセントはゴミ箱じゃねえんだぞ。そうだな、三角コーナーだな。UBI は今やシロアリが住まう木造タイタニックだし、UBI の株にはポジ要素あってもあまり手を出したくないっすけどね。また面白くなってきました。ニッチもサッチもいかなくなって、真面目に会社がぶっ飛ぶ可能性も出てきた。テンセント、倒産させて IP だけもらう方がよくね。ってなってそうなのが草生える。10年前の UBI なら欲しがっただろうけど、今ではゲーマーを不快にさせたい無法者だしな。目的もなくただポリコレに媚びた結果だろう。本格的にアサクリシャドウズの発売まだに会社がなくなる気がしてきた。今回の黒幕がテンセントと思ってたけど、なんか違うらしい。差別くらいしか娯楽のないフランスさん、どうすんのこれ。やっぱりわらここまで壊れてるといらんよな。もちこさん、スターウォーズ100万本は盛りすぎだろ。金の工面はできそうなん。それともポリコレ融資は無尽蔵なの。最後の雲の糸も切れちゃったか。歴史改変や思想に染まった作品を販売すると潰れると、ゲーム業界の歴史に刻み込んでほしい。ストライキではなく暴動になるのでは。ゲーム売れなくても楽しそうだなこいつら。もうバレバレだから、工作機関としても利用価値なくなったのか。安家企業をテンセントのせいにされたら、そりゃテンセントも怒るわ。これどうなるかよくわかんない。 UBI が助からないってことはわかった。安家、安家て。UBI が最後に提供するエンタメが株価の乱高かか、面白いじゃん W。 ポリコレと日本畑がセットなの。なんなん、いつの株価で買い戻すん。もちろん買ってもらった時の株価より上だよね。スカル&ボーンの失敗、スターウォーズの失敗、私たちの安家の失敗、わかるか。失敗から学ぼうとしない企業に未来はないということが。 UBI ソフトの今の状態、もう笑うしかないよね。テンセントが絡んでいろいろと手を回してるんだろうけど、 UBI の凋落が止まらない感じがする。アサシンクリードファンがずっと日本を舞台にしたゲームを求めてたのに、出てきたのがこれかよって感じだし、株の買い戻しとか言ってるけど、どこから資金を調達するのか謎だよね。最後の希望が自分で絶たれるなんて、正直見てて面白すぎる。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やコメントもよかったらよろしくお願いいたします。